本当だ。ごめんなさい。音聞こえてなかったね。申し訳ない。大変失礼いたしました。教えてくださってどうもありがとうございます、種田さん。申し訳ない。今、移動したでしょ？で、2軒目でしょ？ OK。じゃあ、続けていきましょう。今日もちょっと短いと思うんですけど、キコちゃん編が最後まで見られたらいいなと思ってます。いきましょう。2軒目、放置された博物館だね。博物館というのはもともと静かなところだけれど、こうして見るとやっぱり日常があった頃の静けさとはまるで違う。動くものなんて何一つない。そのことが震えるほど恐ろしい。広い廊下だね。あたりを調べてみる。天井からぶら下げられるのは派手なシャンデリア。荒らされた資料置き場の奥や花の枯れたプランターが脇に寄せられている。離す。資料置き場の奥あった。右手に剥製の展示された部屋、左手に化石の展示された部屋が見えた。オッケー。プランターと見てくれるかな。あ、プランターありました。オッケー。ちょっとだけお腹空いてきました。プランター、よくない感じがします。触らない方が良さそう。いや、プランターは行きましょう。OK。はい。資料置き場の奥を調べてみるけど、何もなかった。OK。化石の展示された部屋を見つけた。行ってみる。爆発しちゃった。ごめんね。キコちゃん。なんか食べ物ない？ない。負傷、包帯が40回復。負傷が今何？それなりの怪我を負っている。包帯使いましょうね。離す。 OK。 じゃあ化石の展示された部屋、暗闇の中に佇む展示物が不気味だった。あまりに静かで、蜘蛛の巣の張った戸棚ややたらに背の高い収納が今に動き出さないかといらぬ想像してしまう。奥に外につながる扉が見えた。戸棚と収納それぞれに見てもらいます。戸棚あるね。ちょっとお腹空いてきたかも。棚を調べてみる。何もないな。タツノちゃん今日あんまりゲットできないね。やめときますにしましょう。じゃあ行きましょう。二人ともお腹空いちゃってるけどどうしよう。放置されたキャンプ跡行きたい。行きましょう。で頑張って帰ろう。置いてかないでくださいね。3軒目、放置されたキャンプ跡だね。誰かがキャンプをしていた跡を見つけた。人の気配はないけれど、さっきまで誰かがいたみたいに道具だけが取り残されている。崩れかけのテントだね。あたりを調べてみる。寝袋や空になった缶詰が残ったままだった。
人はいないのにテントだけが残されている。あ、そうなんですよね。なんかキコちゃんってお腹もすぐすくし、やばいやばい、空腹だ。体力が結構少なめなんですよね。ほら100でしょ、で70で、性格もほら、夏乃ちゃんはおしゃべり好きで、誰かとおしゃべりするのが好き。なんでもないことも報告したり相談したりしてしまう。探索している間意見を求めてくることが多くなる。だからどうしたらいいかって聞いてくるんだよね。キコちゃん臆病だから人一倍注意深い。調べる前に観察することで危険があるかどうか見分けられる。たまに全然関係なかったりするけど、でも割とさっきの爆発みたいに事前に気づいたりっていうのがあることを知りました。どうしよう、念のためコンソメスープをキコちゃんに渡しとこうかな。うん、OK。何か食べ物があればそっちを食べてもらおう。奥に芝生のキャンプサイトが見えた。先に物から見てってね。ゴミ袋見てみましょう。はい、中身のわからないゴミ袋、生物が詰まっているわけではないことになる。ハムをゲット。芝生のキャンプサイト、え、なんでなんで、ガラス、うん、まあいいや、仕方ない、間に合わなかった。芝生のキャンプサイトに来ました。穏やかな景色が広がっている。芝生が伸びてきていろんなものを覆い隠している。それでも倒れたビーチパラソルとブルーシート、何かを埋めた後はなんとか見つけられた。これ初めて見たな、ブルーシート。ビーチパラソル、よくない感じがします。でも初めてなので見ましょう。ブルーシートからはハム、あ、やばい、お腹空いてる。ハムが5、コンソメも5。あ、コンソメは、そっか、じゃあはい、食べて、じゃない、飲んで、オッケー、ハム食べていいよ、ナスいいよ。コンソメスープいただきます。谷田さん、いってらっしゃい、お仕事頑張ってね。美味しい野菜はやっぱり気持ちが落ち着きます。ビーチパラソル調べてみます。何もないですね。埋めた後かな。あ、いや何かしてみる。これをスキレットってあれか、フライパンなのか、何かできるのかな。何してみる？回すとかかな。回す。あ、オッケーってなった。あ、なんか出てきた。ゼンマイ仕掛けのブリキのロボット。回す。こういうのさ、自分で打ち込むやつ面白いよね。あ、ハムが出てきた。ダメ。ハムダメです。もう帰りましょう。外につながる道の方に行きます。もう帰りましょう。お腹すいたし。ストーリーですね。ちょっと、もう何、いきなり走り出しちゃって。まあひょこひょこしてるのは今に始まったことじゃないかねえ。ってねえ、それってミノタロウです。それがミノタロウ。はい、ごめんなさい。せっかく一緒に探してもらったのに
ミノタロウ、もう死んじゃってました。けどそれって今日や昨日死んだって感じじゃ。本当は分かってたんです。まだミノタロウとはぐれる前、一緒に逃げてた時に怪物に襲われて、ミノタロウもうその時には。じゃあどうしてわざわざ探しになんか。だってかわいそうじゃないですか。こんなところでこんなになって、誰にも見取られずに、お墓も建ててもらえずに。ごめんね、一緒にいてあげられなくて。ミノタロウ痛かったよね。ごめんね、ごめんね。おー、ありがとうございます、こんなことに付き合ってくれて。いいよ、私だって後味悪いし。埋めてお墓建てて、これで成仏できるかな、ミノタロウ。お墓っていうかその辺に落ちてた石だけどね。いいんです、気持ちが大事です。本当にありがとうございました。どういたしまして。じゃあ私はこれで。え、ミノタロウは見つかったけど、これからも一緒に。いいえ、いいんです、私は家族のいるキャンプに戻るので。でもなら私もそこに行くよ。一人でいるより安全だと思うし。いえ、これ以上迷惑かけられないです。でも夏野さん、ごめんなさい。私はここでさよならです。え、やっぱりそういうこと？もういない的な？何？私だってそう思うよ。けど追いかけてなんて言えばいいの？だってキコは。キコは最初から帰るつもりなんかなかったんでしょ？実はね、前にあなたとキコが二人だけで話してたのちょっと聞いちゃったんだ。だから知ってる。キコがキャンプの場所覚えてないって、帰るつもりなんかないって。私さ、ちょっとわかるんだ、キコの言ってたこと。ミノタロウの置いて逃げたこと、ずっと後悔してさ。他のことはもういいから、せめてミノタロウだけは見つけたいって。最後まで後悔したくないって。こんな世の中だけど、こんな世の中だからやれることはやりたいって。そういうのちょっとわかる。私だってだから分かんないよ。キコのこと追いかけたらよかったのか、追いかけてそれで何て言ったらいいのか分
かんない。わかんないよ。ねえ、私どうしたらよかったのかな。山だ。キャラクターエピソード聞こ。エンド。キャラクターエピソード聞こ。6。飼い犬を見つけた少女。二人でミノタロウの墓を建てた。家族に供養されて、ミノタロウは成仏できただろうか。そうだと思いたい。誰にも見取られず、誰にも知られなかった話が今世の中には多すぎる。キコはこれからどこに向かうのだろう。最初から全て分かってキャンプから出てきたキコが行く先なんてこの世のどこかにあるだろうか。いやー、終わったね。探す少女から見つけた少女に。キコ、シノ。キコ、シノ、アカネだったのかな。平成32年。そっか。とにかく、物を見てみようか。クラフトしよう。ないね。釣りしに行きたいな。一回もできてない。いつかあったかもしれない日々でできるのかな。あー、びっくりした。私キコちゃんのことなんかお化けかなって思ってた。じゃあちょっと食べ物持って、またちょっと旅しよっか。再生でこれいつかあったかもしれない日々をちょっとやって終わりにしようかな。 OK、 行きましょう。運転疲れた。1軒目、誰もいない図書館だね。どんなに静かでも、それが図書館ならおかしなことじゃない。変わらない本の匂いが、かつての日常を思い出させてくれる。受付だね。あたりを調べてみる。背の高いロッカーがスラッと並んでいる。一瞬空気の流れさえ止まって見えた。崩れかけた書類の山が、その静けさの中に取り残されている。奥にエントランスホールが見えた。書類の山見て。書類の山を調べてみる。積み上げられた書類の山は無残に崩れていた。踏みつける足はあっても、片付ける手はもうどこにもない。空き瓶を見つけた。もらってこ。さて、エントランスホールがあるね。そっち行ってみる。エントランスホールだね。あたりを調べてみる。窓はない。入ってきた窓からの光だけに照らされて薄ら暗い。向こうに外につながる扉がある。こんなに広い空間の中では倒れてしまった女神像、クモの巣の張った戸棚、やたらに背の高い収納も、太古の獣の剥製も縮こまって見える。剥製見てみよう。剥製からショットガンの弾を見つけた。
誰もいないよね。戸棚を調べてみる。おう、ホットサンドメーカーもらってこ。収納と女神像なら女神像かな。ハンドガンの玉ゲット。収納、あ、木材敵いなかったね。もうちょっと探索、あ、ないや。外に行って別のところに行こう。さびれた小屋、煙突のある小屋、レンガ作りの館に行こうかな。あ、巡る？あー、夏のちゃんちゃん、やっほー、やっほー。そうっすよね、うちのことなんか覚えてないですよね。すいません、消えてなくなります。覚えてるよ、呼んだじゃん、めぐるって。あ、そうそう、最近拾ったもの見せてあげる。何かと交換してよ。ハンドガンならコンソメスープと、中身の見えない黒い袋なら手製爆弾、先行発音と、鉄の弾薬箱なら空き瓶木材に、発音違った、先行発音筒なら空き瓶木材、電子部品、中身の見えない黒い袋、鉄の弾薬箱、うん、黒い袋がいい、気になる。わかった、それ交換してもらうね。まあ、いだり、ぼちぼち新しい商品も仕入れときますんで、今後ともごひいきに。じゃあまたね。またね。めぐるちゃんに会えたね、ラッキー。オッケー、レンガ作りの館だね。朽ちた屋敷はかつての華やかさの分だけ水ぼらし、床がきしむたびに虚しさがこみ上げてくる。暗い広間だね、あたりを調べてみる。階段を登った先、上の階の中央には大きな肖像画が掲げられていた。こんな広い空間の中では古めかしい絵画、薬指のない天使の像、額に入った小さな風景画も、真夏の海の描かれた絵も縮こまって見える。じゃあ真夏の海の方で。あー、長い廊下来ちゃった。まあいいや。暗く湿っていた。最後にここを通ったのは誰だろう。丈夫な布でできたボックス見てみよう。布切れゲット。プラスチックコンテナはどう。ショットガン、これ以上持てないか。なんか食べる。コンソメスープ食べよう。サボテンとか見てみようか。数字の書かれたメモ気になる。あ、ちょっと待って、捨てないで。なんかもっと普通のもの捨てよう。木材、絵画ね。描かれているのは誰だろう。誰かと問う相手ももうここにはいない。シャンデリアもサボテンもないね。じゃあ帰ろっか。もう帰る。数字の書かれた何菓子ってなんだろう。さっきの黒いなんとか、中身の見えない黒い袋、これ開けよう。おお、火薬、木材、ポロライドフィルム、電子部品、鉄くず。オッケー。これは？数字の書かれたメモ。3663と書かれたメモ。
これなんか開けるのかな。どこだろう。あとこのポロライドカメラ使ったことないんだよね。ポロライドフィルムも3つもあるし、あと釣りがしたい。この地図系も全然使ってない。日の差す収容所までの道のりが記された地図、記された地図。人の消えたオフィスビルから出発して4軒住んだところ。4軒も行けるかな。そうか、これを最初に選択して、消費される。この地図、なるほどね。収容施設って何なんだろう。ちょっと謎は深まるばかりなんだけど、いやー本当にさ、夏の彼方楽しいよね。まだやりたいこといっぱいあるから、どうしようかな。パリ2周目する？だってキコちゃん編も終わったからさ、正直繰り返しもいいんだけど、あ、まずは公式見てやりたいものがあるか確認してからにしようかな。アップデートの情報とか見たらあるかな。いや、やりたいことはあるんだけど、本編の方じゃなかったらもしかしたらできないのかもしれないんだよね。だからやっぱりもう一周やるっていうのもありだよね。いや、ありでしょう、これは。じゃあそんな感じ、そんな感じにしようかな。そうね、まあ今日はもう5時半だから、ちょっと5時半までにって決めてたので、一旦これで終わりになりますけど、またこの後やるかもしれない。一旦おしまい。見に来てくれた方どうもありがとうございます。誰が来てくれてたんだろうな。もしよかったら、Twitter でもいいし、チャットのところでもいいので、教えてくださいね。なるべく覚えたいと思ってるので。どうぞよろしくお願いします。じゃあまた次の配信でお会いしましょう。またねー。チャオ。チャオ。